英語チェックしてます。はい。こんな構文取るまでもないと思って。でも、なかなか訳せない。数ヶ月早く犯罪者を。いや、別々に訳されるけど、結局のところ同じでしょっていうのが俺の。ではありました、おじちゃんです。さあ今回ですね、国立組の英語チェックします。はい、家族は遅れてきません。はい、もうどんだけ遅れて。はい、カンタロウさんもいますね。はい、カンタロウ家なんで。ではでは、まあ2人ともね理系なんで、はい、ちょっと理系の英文ということで、東工大の2023年のこれ、ただね文中なんで分かんないとこ出ちゃうんで、このクッドに関してはできたではありません。あの可能性のだろうみたいな感じだと思ってください。なんでここはちょっと文脈取っ払っちゃってるので、先に言っとかなきゃいけなくて、それ以外のとこですね、さあ訳せるかどうか挑戦してみてください。はい、もうこんな構文取るまでもないと思うんで、でもなかなか訳せないっていう風になってる。まあ、まあ、河合塾の回答が良かったかなと思いますね。ヨゼミは間違ってます。寸大と東進がまあほぼほぼ同じような回答ですけど、多分東工大はあれに満点はくれないんじゃないかと思ってますので、さあやってみましょう。警察が1週間、数週間や数ヶ月かかるのを、あれだよ、アルゴリズムは犯罪パターンっていう。はい、え、はい、そこがポイントなんです。そこがポイント。そこがポイントの、それが分かんないとダメなんです。大丈夫ですか、もう行ってみましょう。はい。An algorithm could detect patterns of crimes that would otherwise take the police weeks or months to catch ですね。はい。ポイントがつかめてるか。犯罪パターンのアルゴリズムを見つけることができれば、警察は数週間もしくは数ヶ月早く犯罪者を取られる。取られるって書いてる。取られることができる。はい。全然違います。はい。全く違います。はい。で、警察が週または月で捕まえることができない犯罪のパターンをアルゴリズムは検出できるかもしれない。違うけど、まあまあまあですね。はい、まず、はい、全体の主語がアルゴリズム。はい、そうですね。こう赤ないのか。またさ、赤。赤。レッドペン&ブラックペン。アルゴリズムですね。はい。で、主節の動詞がクッドディテクト。そうですね。クッドディテクトで、目的語がパターンズオブクライムズ。そうですね、パターンズオブクライムズ。まあパターンズであるっていうのがまあ大事ですね。で、このザットは何のザットですか？関係代名詞。大丈夫ですか、そこは。大丈夫ですか。はい、関係代名詞のザットですね。で、かかるのがパターンズオブクライムズ。そうですね、パターンズオブクライムズですね。もうここでね、はい、犯罪者を捉えるとかってやっちゃってる時点でゲームオーバーですね。何が違うか分かりますか？まあまあまあ、引っかかって、まあ、そもそも犯罪者じゃないしね、クライムは。クライムは犯罪ですね。はい。で、まあまあまあ、で、どこに引っかかってるかを。で、まあこれが何角ですか、この関係代名詞は。何角ってわかる？国立組。四角。そうですね、四角の関係代名詞ね。これね。だから動詞は？動詞は。うん。テイク。そうです、テイクです。はい。テイク。で、で、ここが？目的語。そう。で、こいつは？が、副詞。ここですね、時間をかけるってやつですね。警察にこんだけの時間をかけさせるよっていうふうに言ってます。これは名詞ですからね、 weeks or months、 何週間何ヶ月時間をかけさせるよって言って、で、はい、この to catch が何々 take 人時間 to do の部分ですけど、このキャッチすごい画角だな。ずっと重なってていないっていうね。はい、そしてカメラも見てない。まあいいよ、全然いいよ。はい、キャッチがキャッチするのは何ですか？キャッチするのにこんだけの時間をかけるって言ってるわけですよ。キャッチするのは何ですか？犯罪のパターン。そういうことですね。だパターンをキャッチするんだって分かってないといけないわけですよ。だから明らかに東工大の狙いはキャッチクライムズとかだと思っちゃう人を狙っています。だから捕まえるとかっていう役を、そう、あ、まあまあ、捉えるはただ合ってるんだよね。別に捉えるはパターンを捉えるだったら全然問題ない。漢字が違うと思いますけど、捕らえるの。そっちだったら、ありだから捕まえるはよろしくないかな。そう、捕らえるとかっていうのでやればいいわけですよ。で、一番の問題は、アザワイズです、もちろん。はい。これが、この問題のポイントになりますね。アザワイズって、どういう意味ですか？差もなければ。はい、差もなければとか、ここは？その他。その他の点ではですね。はい。とか、まあ、いろいろ、はい、他。よく言うんですけど、
そうアドバイスってね一生懸命みんなそうやって丸暗記するんだから全然手に負えないんです全然そうどういうわけかなんだその役はどっから出てきたどういうわけかそれえ他いろんなの習ってるでしょなんか4つが一生懸命みんな覚えるんですよいや変わんないっす俺の動画見たんでしょいややってたじゃんアドバイスだからこいつがまあアドバイスっていうのが出てくるまあアドバイスってワイズが方向ですねでアダが他クロックワイズかねえクロックワイズそうそうクロックワイズっていうのは時計回り反時計回りはクロックワイズ何回もあるアンタイクロックワイズですね、はい反時計回りですけどその方向を表しますねだからアドバイスっていうのは反対方向になるんだ逆の方向になるんだよっていうやつですださもないとっていうのはそれをしないとってことですねだからその方向じゃない方向でやっちゃうとねっていう意味です、はい、その他の点でっていうのはそれだけが別の方向向いてますよっていう意味なんですがじゃ別々に訳されるけど結局のほう同じでしょっていうのが俺の別々って別の分ねそう別続けてるじゃん続けてないよそんなわけないピリオド続かねえじゃんと思ってそう続かないはいだから全部これ違うアドバイスって訳されるんだけどいや違わないでしょえー、だって同じじゃないその俺の講座見てたらこれじゃない俺の例文だ、まあ、早くしないと遅れちゃうよ、うん、そうサムナイトですねこれサムナイトっていうので Why else とかって訳されたり If not とかってやるやつねもしこうだったらこれ別々にする必要がないとそもそも辞書で分かれてる意味が分からんとだから結局は急がなかったら遅れますよとだから条件の時にアドバイスは出やすいんだよってで仮定法とだこれも分ける必要がない命令文 or と仮定法って言って別々に教えられるけど全然別にする必要ない同じことだよ下はえさもないとと同じようなことってことでもこれはでも全然違う訳がよく当てられるんですね。だからカンタロウさんがソングですね。カンタロウさんが歌を歌いました。It ruined the otherwise perfect dinner とかってね。よく言いますね。乱す。違う、それ ruin の方でしょ、しかも。ruin 台無しにしました。その他の点ではって訳するんですね。その他の点では完璧な夕食をカンタロウさんの歌が台無しにしましたっていうですね。でこれもだから、つまりはカンタロウの歌がなかったらってことですね。だからその他の点ではとかって訳されるんだけど結局はそうでなければそっちじゃない別の方向のものパーフェクトな方向じゃないものが出てきたっていうことではい下はこれが一番多いんだけど一番あの下線にはならないやつですね Research showed advice とかっていうのがこれが最もよく英文見てりゃ出てくるんですけどこいつは問われない大体問われるのが大体上の2つでこの3つ目はあんま問われないんですがさあこれが一番よく出るアドバイスこれが違った風にとかってね、よく訳されるやつなんですけど、違った風になんて思う必要はなくて、ね、ある人たちがこうこうこうだと言ってますよ。でも、リサーチっていうのはそうじゃないのを示しましたよってことですね。だからそうではない方向のものを見せましたよっていうことなんで、だから全部バラバラにみんな一生懸命暗記するんだけど、結局は同じです。だからこいつはよくインディケイテッドとかとよく出てくるんですけど、こういう風にしましょうってことでした。はい。全部アドバイスっていうのはそうじゃない方向別の方向逆の方向っていう意味だと思ってくださいでこいつがじゃあさもないとでいいんですけどさものさもは何ですかそうでなければっていう意味ですねそうでなければが指すのは何です か, だかそれが河合塾の役には出てたんですよ他のところにはこの役が出てないそれがわかるかどうかでその時に、まあ、よく教えるんですけどアドバイスはこいつと一緒に出てくることがあるから気をつけなきゃいけないよってよく言うんですよ国立だったらあー来た和子が、はい、国立だったらめちゃめちゃ気をつけなきゃいけないんですけどはい仮定法そういうことです仮定法とよく出てくるんですよ一緒にでそうでなかったらほら、まあ、日本語訳もそうですねもしそうでなかったらってほらそうですね。だ if not とかってよくね習うんですけど、何がなかったらなんですか？何がなかったらですか？来た来た来たよやってきたよどうメガネかけてないそして俺のメガネでいいの本当にしょうがないそういう感じしょうがないはいドアむしろ、まあ、ドアしょうがないですはいということではい今さら来たよはいすいませんもうクライマックスなんですけど今何分50分やっべえはいということでもし何とかがなければですあアドバイスの意味は、はい、知らん初めて初対面です嘘つけよはいということで、はい、何がなければですかもしこれがなければっていうことですね家族はもうちょっと引きで見ないと全体の意味がわからないと思います、はい、さあもし何がないと犯罪パターンがなかったら犯罪パターンを捉えるのに時間かかっちゃうんですかアルゴリズムそういうことですねこれアルゴリズムがなかったらっていうんですこれは
はい、でそれがなかったらっていうのをきちんと訳してしなきゃいけないよみたいな問題が出ることがあるんですよ。なんでまあ投稿台は書いてなかったですけど、まあ普通に考えたらそこを訳出してほしいですね。まあ出題者だった場合です。自分がもちろん指定されてないから、まあ判断としては別に訳さなくていいんじゃないっていう人もいると思いますけどね。はい、だからそう、もしアルゴリズムがなかったらっていう意味です。ということは、はい、なんて訳すればいいですか。アルゴリズムがなかったら、うん、週月単位、週月単位とは言わないですね。これちなみに単位なんてどこにもないから、これだからそう、何週間何ヶ月ってことですね。何週間だから多いっていうのを表してるんで、これは時間がかかっちゃうよっていうのを表してるんで、ってことはアルゴリズムがなかったら、うん、警察が犯罪のパターンを捉えるのに時間がかかってしまうところをアルゴリズムが検出することができるかもしれない。まあ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 、まあ、悪くはないですね。そうだからまあ何週間もしくは何ヶ月もかかってしまうかもしれないってことですね。だそう、警察が捕らえるのに何週間もしくは何ヶ月もかかってしまうかもしれない犯罪のパターンを見つけるだろうってことですね。はい、でこれはだからすごい差を見せるのにいい問題ですね。この投稿台の問題は簡単な人にとってめちゃめちゃ簡単です、この問題って。でもできない人たちからするとこれはどんだけ時間かけてもできないとってもいい問題ですね。さすが東工大という、全然価格にいない全然価格にいないですね、という感じでした。はい、ということで、いやもうほんとどんだけ撮影時間の2時間以上だって申し訳ない、はい、ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。手気持ちいい、はい、なんとかありました。はい。